ジャラオはアメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名はメキシコ湾に生息するイサキ科のホワイトマーゲートのスペイン語名にちなんで命名された。ホワイトマーゲートジャラオは1943年9月29日にウィスコンシン州マニトワックのマニトワックズ王船で寄港した。百四十四年三月十二日にオリバー・ジー・カーク夫人によって命名。 浸水し、1944年7月8日に、艦長ジョセフ B ・アイセンハワー少佐の指揮下収益する。収益後7月の大半を訓練活動に費やした、ジャラオは7月26日にマニトワックからシカゴに向かい、同地でウキドックに収められミシシッピ川を下って、ニューオーリンズに向かう。1944年8月6日に、ニューオーリンズを出港し、 パナマ運河を通過して1944年9月22日に、真珠湾に到着し、追加訓練を受けた。軽巡洋艦玉10月9日、ジャラオは最初の紹介で、ピンタドアトゥルと共にウルフパック、クラーレイズ・クラッシャーズ・クレアリー、S ・クラッシャースを構成して、ルソン海峡方面に向かった。途中、クラーレイズ・クラッシャーズは、台湾の東方海上に向かうよう指令された。 これは10月後半の冷凍機海戦の間にフィリピンから日本への航路上で偵察位置を確保するのが目的だった。10月25日20時4分、ジャラオはレーダーで2万5000メートルの位置に目標を探知しピンタドに報告した。この目標は小沢寺サブロー中将率いる機動部隊の位置で海戦で損傷を受けた軽巡洋艦玉だった。ジャラオは たまに接近し、攻撃位置についた。23時1分、ジャラオは、たまに向けて、艦首発射管から魚雷を3本発射。艦首発射管のうち1つは故障していて使えなかった。この攻撃は、守備よくいかなかったので、ジャラオは反転して、艦備発射管から魚雷を3本発射。魚雷はすべて命中し弾は2つに折れて、沈没していった。 ジャラオは、その後11月28日まで紹介を続けた。12月10日、ジャラオは61日間の行動を終えて、マジュロに帰投した。1945年1月6日、ジャラオは2回目の紹介で、東、シナ海及び、公海方面に向かった。この頃になると、日本戦団は激減し、この紹介で、ジャラオは目標をほとんど発見することができなかったが、 3月5日に輸送船団と遭遇、これに攻撃を行った。戦闘中に敵護衛艦がジャラオへの体当たりを試み、潜望鏡が破損した。その2日後にジャラオ発祥区を去った。3月26日、ジャラオは65日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。4月20日、ジャラオは3回目の紹介で日本近海に向かった。その時、ジャラオは、 南鳥島沖での救助任務を命じられ、同海域を紹介した。5月9日に、同東,東北方海域で、救命いかだに乗る5名を沿岸砲台よりの砲撃にもかかわらず救助し、5月12日に彼らをサイパン島に送り届けた。その後出港し、日本本土沖で紹介を再開。B-29 など、アメリカ軍爆撃機の救助任務に当たった。6月13日、 ジャラオは55日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。グアムに開港されて、訓練を行った。7月31日、ジャラオは4回目の紹介で、日本海に向かった。8月11日夜、ジャラオは、北緯38度03分、統計133度12分、北緯3 8 0 5零度、統計133.200度。 38.050133.200の朝鮮半島間温度3渡る北西海域で貨物船三角北丸を撃沈した。8月15日に戦争は終了。9月9日、ジャラオは51日間の行動を終えてアプラ港に帰島。その後、9月28日にサンフランシスコに到着した。ジャラオは メアアイランド海軍造船所で1946年9月30日に退役し、太平洋予備役艦隊入りした。ジャラは1953年7月に母港をニューロンドンに変更し、グッピーや改修が行われた。同改修により船体は流線型化し、シュノーケル及び新型の電子機材が装備された。1953年12月4日に艦長、 JW マーサー少佐の指揮火災収益し、サンディエゴでの成長後ジャラオは4月12日に出航、パナマ運河を経由して、バージニア州ノーフォークに向かった。ジャラオは第6潜水戦隊に合流し、1954年を通して、ノバスコシア州ハリファックスを拠点としてアメリカ及び、カナダ軍の対潜水艦部隊と共に訓練を行った。 1955年1月から2月にかけて、カリブ海での艦隊演習に参加し、3月4日にノーホークに帰還した。1955年7月、ジャラオの母港は再びニューロンドンへ変更された。8月7日にイギリス海軍の潜水艦オルダニーと共に出港し、合同演習、ニューブルーム港に参加する。この演習に続いて、ジャラオは第六艦隊と合流し、 1955年11月9日に地中海に向けて出港した。数ヶ月の活動後、イタリア海軍艦艇の訓練を支援し、艦隊演習に参加。1956年1月半ばに帰国の途に着いた。ジャラオはスエズ運河を通過し、アフリカ東部及び南部の国々を訪問。南大西洋を横断しウルグアイ及びブラジルの駆逐艦と演習を行った。 ジャラオは4月16日にニューロンドンに帰還した。最新型の電子機材を装備した後、ジャラオは1957年1月に作戦活動を再開する。2月の大半をカリブ海における統合艦隊演習及び沿岸での対戦水艦戦演習に費やし、7月後半にボストンに到着、士官候補生の短期訓練巡行を行う。9月から10月にかけて、北。 大西洋で NATO の演習に参加し、ジャラオは大西洋における連合国海軍の強化を支援した。ジャラオは1957年10月24日にニューロンドンに帰還した。1958年の大半は大西洋岸での訓練演習に費やされ、9月には北大西洋での東方大戦水艦戦演習に参加した。1959年は大半を 機材開発任務及びニューロンドンの潜水艦学校での訓練任務に費やす。ジャラオは1960年一月二十日にカリブ海での演習に向けて出航し、二月十九日に帰還した。同年後半はバミューダ沖での訓練に費やす。九百六十一年一月九日から三月二十四日までスコットランド沖での特別訓練任務に従事し、夏はハリファックス沖で、 カナダ軍艦艇との訓練を行う。その後はニューロンドン沖で活動した。ジャラオは1962年1月2日に出航、2度目の地中海巡航を行う。第6艦隊との演習は5月7日まで行われた。同年の残り4ヶ月はフィラデルフィア海軍造船所での修理及び近代化改修に費やされる。 1963年から64年にかけて、カリブ海での訓練巡行、潜水艦学校の訓練、機材開発任務に従事した。1965年1月3日、ジャラオは4ヶ月間の第6艦隊配備に出港した。5月1日にニューロンドンに帰還し、潜水艦戦術訓練及び潜水艦学校での訓練任務に就く。ジャラオは大西洋沿岸及び、 カリブ海での作戦活動を1967年まで継続した。ジャラオは1974年6月26日に退役、同日除籍され総合防衛援助計画の元スペイン海軍に移管された。スペイン海軍では同国の潜水艦パイオニアであるナルシス・ムントリオルに、ちなんでナルシス・ムントリオルと命名され収益した。 ナルシソ・モントリオルは1984年12月12日に退役し、翌1985年にカルタヘナで海没処分された。ジャラオは第二次世界大戦の先行で4個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。